10月25日六本木にてモンスターハンターフェスタ09の決勝大会が行われた。そこで今月のハンター通信では決勝大会のお題ロアルドロス、裏眼金、闘技王の大連続資料の各1位の映像をノーカットでお届け。さらにルパン小島が1位に輝いた選手たちに決勝大会のことをインタビューしたぞ。まずは1回戦のロアルドロス討伐から。はい、それでは早速ですね、決勝大会1回戦、見事ですね1位通過した、チーム生ゾーンを、お迎えしておりますので、お話を、聞いてみたいと思います。生ゾーンのお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロアル戦は結構本当に混沌とした戦いだったというか、はい、まずですね、今回、生ゾーンが取ったですね、作戦の前に、まあ、武器を聞こうか、まず、はい、まず武器を、使用した武器を。武器はですね、はい、僕がハンマーで、自分が体験を使ってます。はい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 で、それぞれの役割っていうのはどんな感じ。僕がですね、まあ、ハンマーで、まあ、ダメージを稼ぐんですけども、うん、メインの方はやっぱりそのロアルドロスの亀裂、うん、高速ですね、うん、高速を、まあ中心に、うん、まあ、そのまま作戦を進めていくという形ですね。生ゾーン体験の方は最初シビアーナを持ってるんですが、うん、それをかけた後はもうひたすら定位置から常に動かずため切りを打つ感じ。ため攻撃を当てることがやっぱ重要。そうですね、そこは最重要ですね。何回ぐらい練習したの。これは400匹ぐらい倒したと思います。ロアルドロスを400匹。はい、やはりこれ抜けなければ話にならなかったので。はい、それではですね、見事、すごい戦いだったそのロアルドロス戦、見事1位通過したですね、生ゾーンの、映像の方を、早速ご覧ください。どうぞよろしく頼む。戦法ってみんなほぼロアル戦に関してはほぼ一緒だったのかな。微妙なところでやっぱりチームごとに違う部分あると思うんですけども、結果として誰が勝ってもおかしくなかったなっていうのは振り返ってみてありましたね。そうですね、大会の一番激戦の試合がこのロアルドロス戦なんじゃないかなと。そうですね、間違いないですね。そこでこう1位を取ったってことは結構自信にもつながってる。自分たちにとっては結構誇りです、ね。そうですね。そういうわけで、生ゾーンのねお二人にちょっとお話を聞きました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて準決勝裏眼金討伐。 RTS のお二人を、お迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイス。それぞれ使用した、裏眼金戦で使用した武器を教えてほしいんですけども。僕が片手で、僕が太刀ですね。はいはいはい、片手の意味？はいはい、うん、片手側は、あの武器の中で一番火力が高いん
ですよ。それは何、ボウガンじゃなくても？そうですね、火力で選んだと。そうですね、相手を拘束する人とダメージを取る人っていう風に考えてもらった方がいいかもしれないですけど。なるほど。ちなみに裏眼筋戦ってその当日までにどんぐらい練習してるの？30から50匹ぐらい。ははははは。でもそのぐらいしかやって言っちゃうと変かもしれないけど、そのぐらいであのクオリティ。リタイアした回数とかも多いので、ね、ははは。じゃあちょっと、そういうわけで早速ですね、裏眼筋戦、映像の方を、ご覧ください。どうぞ。最後は闘技王の大連続狩猟。見事ですね、狩猟に輝いた、またまた RTS のお二人に、来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますしょうがないよね、だってねこのポンポンっていくんだからね。俺これ構成が間違ってると思うんだよね、このディレクターの立てた。それぞれ、まず、お二人の使用武器を教えてもらっていいですか？僕は体験、あ、じゃあ、僕すみません、僕はあのランスで、僕は体験です。はいはい。相手方のチームは、ランス、ランス、そうです、うん、LOL、そうだよね。はい。で、それはその体験にしたっていうのは、なんか理由があったりとか、そんな感じか。こっちの方が安定するだろうっていうことで、うん、あの相方が詰めていってくれたんです。なるほど。ニルス君は、割とこう、ランスよりも体験の方が得意とか、そういうところもある？あ、別にそういうところはないんですけど、スタンが取れるっていうのがでかいと思ったので、拘束時間が長くなるから、まあ本番では結構向いてるんじゃないかと思って。なるほどなるほど。でこれまずやっぱり聞きたかったのが、その大連続全体
にかけるこう作戦というか2人が取ったアイテムをそれぞれどう分配していくかっていうのが一番難しかったですかね、うんうん、はい、それでは、見事カリオに抱えた、アルティエスの、大連続狩猟、こちらの映像をご覧ください。どうぞ。Thank you.
優勝が決まった時の瞬間の感想みたいなものっていうのはありますか？本当にホッとしました。ホッと。解放された感じで。解放された感じ。いいですよ。もうただ叫んだだけです。叫んだだけ。それは、ね、何から解放された？優勝のプレッシャーからですね。なんで叫んだの？とりあえず嬉しかったからです。ああ、なるほどなるほど。で、まあ、ちょっとまだこれどうなるかわかんないですけど、例えば来年またフェスタが開催されるとしたら、まあ、仮王決定戦みたいのが行われるとしたら、どうしますか？タジさんには出ると思いますけど、このチームで出るかどうかはちょっとわかんないですね。そうですね。またこうバッツリ分かれて、うん、お互いのパートナーを。そうですね。次のフェスタがあるとしたら、お互いじゃあ信頼できるパートナーを、見つけつつ遊びつつって感じだ。そうね、そうです、うん、今年もハイレベルな戦いがいくつも生まれたモンスターハンターフェスタ09。その中でも抜群のプレースキルを見せてくれたアルティエス、本当におめでとう。